それでは北斗で許される技を紹介します。まず手技から、はい、手技は全てストレート、ジャブ、ストレート、フック、アッパー、肘打ち、回転打ち、これらが全て、顔面もしくは中段に対して、許されます。はい、よし。はい、次は、蹴り技。はい、蹴り技もこれも前蹴り、回し蹴り、後ろ蹴り、後ろ回し蹴り、膝蹴り、これらが全て顔面、中段、足、筋的、そういったところに全て、許されます。はい、続いて突き蹴りに続いて、投げ技、許される投げ技です。まず接近して相手の首を抱えて首投げ、大内刈り、蹴り足を取って、大内刈り、同じく反対に小内刈り、はい、膝蹴り等で片足立ちになったところに足払いをする、送り足払い、足が交差した場合に使う、大外刈りといった投げ技が許されます。はい、次にこの投げた後の締め技、関節技を紹介します。まず関節技から、投げて、すぐに腕ひしぎ十字、これが最も、多く使われる技です。で、腕に乗せて、膝十字固め、次は脇固め、相手がうつ伏せになった状態を下から相手の肩を決めて、脇固め、次は 腕絡み、次はアキレス腱固め、相手の蹴り足を抱えたまま倒れて、相手のアキレス腱を決めます。はい、これ以外の締め技、関節技は現在のところ反則となります。はい、次に締め技、同じく相手が首を抱えて投げに来たのをそのまま後ろに、後ろから腕を回して裸締め、腕を脇の下から入れて、送り襟締め、また馬乗りになって、十字締め、こういったところが許されています。はい、それでは反則技を説明します。まず関節蹴り、これは相手の関節を正面から蹴ること、これは反則になります。ただし相手が横を向いたときに横から蹴る、もしくは後ろから蹴る、これは次の技につなげるという意味で許されます。はい、次に、相手をつかみに行くこと、最初からつかみに行くこと、またつかんで執拗に振り回すこと、またつかんで殴ること、これらは反則です。はい、今度は後ろから、相手が後ろを向いた時に、背面、後頭部、こういったところを攻撃すること、これも反則になります。はい、今度は相手が倒れて転倒した人間、相手が転倒した場合にそれを直接殴るとか踏みつける、蹴る、こういったことは危険なので反則となります。ただし下の人間が相手を攻撃させないために下から蹴ること、これは許されます。はい、thank you.
そう。はい、もう一回正面。はい、もう一回。
はい、気をつけます。はい、失礼します。はい、失礼します。はい、失礼します。正面、はい、嘘、はい、正面、正面、はい、はい、はい、お願いします。先生にお願いします。はい、お願いします。先輩にお願いします。お願いします。お願いします。はい、お互いにお願いします。お願いします。はい、出て、おっ、はい、決めてし、はい、はい、ごめんなさい。せー、はい、よし、はい、さん、よいしょ、せー、はい、せー、せー、せー、はい、せー、はい、せー、すん、せー、はい、せー、お、せー、お、せー、はい、せー、お、せー、う、せー、はい、よ、せー、はい、せー、はい、せー、ほ、せー、はい、せー、お、せー、お、せー、はい、せー、ほ、せー、う、せー、はい、せー、すん、せー、はい、せー、お、せー、ふく、せー、うち、せー、うち、せー、ふ、せー、う、せー、はい、せー、はい、せー、ほ、せー、はい、せー、お、せー、お、せー、はい、せー、ほ、せー、う、せー、う、せー、ほ、せー、はい、せー、ほ、せー、はい、せー、お、せー、お、せー、はい、せー、ほ、せー、う、せー、ふ、せー、ほ、せー、はい、せー、ほ、せー、はい、せー、お、せー、ほ、せー、はい、せー、ほ、せー、ふ、せー、う、せー、ほ、せー、はい、せー、ほ、せー、はい、Thank you.
やれ、手、じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94、
もしくは中間距離、もしくは相手がもっと離れている場合、この3つのまた使い方があります。またもう一つはジャブ自体の使い方として、いわゆる相手を探りを入れるため、自分が次のパンチを出すんじゃなくて相手のカウンターを見るために出す、そういうジャブ、いわゆる探りを入れるジャブですね。その次は今度はステパンチとして、次の蹴り、こういったものにつなぐためのステパンチとしてのジャブ、相手に今日引いておいて次の攻撃に狙う、もしくはオーソドックスな形でのワンツー、もしくはジャブ、フック、ジャブ、アッパーといった、いわゆるリードパンチとしての使い方があります。まず相手に探りを入れるようなジャブの場合、自分がこうジャブを出すと相手がどういう反応をするか、それを見るためにやります。こういったものを見るためにまず出すジャブです、この場合はですね、相手は逆に言うと相手のそのジャブに惑わされないで、ジャブに惑わされて自分がすぐパンと入っていくと、そういうことのないように相手の動きをよく見て対処します、その次は今度はいわゆるステパンチですね、ジャブを上台に持っておいてローを狙う、ジャブを持っていって後ろに狙う、もしくはジャブから上段に持っていく、といったようないわゆるステパンチとしてのジャブ、それからオーソドックスな形でこの位置からバンバンストレート、ジャブ、フック、ジャブ、アッパーといったような使い方をします。相手が探りを入れるジャブに対しては反応、まずよく相手を冷静に見て、それに乗らないようにします。次に今度はステパンチからジャブから、例えばローとかですね、ジャブからローとか来る場合、次はこっちが主なわけですから、これに主に入っていくと、このままここで入っていくと、もろにローをもらう形になります。ですからこれはあくまでも次のパンチだということを見極めてストッピングをする、こういったような動作をして自分の反撃につなげます。リードパンチとしてのジャブ、その場合はまずこれは基本的な、受け方ですね、まずパーリー、外から相手を払います。払ってジャブを返す、もしくは自分が、ブロックしながら中に入ってジャブを返す、ジャックしながら、スリップしながら、スリップしながら、そういったような、使い方をします。ジャブに対してインサイドにスリップしながらカウンター負け弾を入れて、その位置から左フック、右ストレートのためのスタンスを確保して右ストレートを相手の方に叩き込みます。はい、相手の左ジャブに対してインサイドスリップすると同時にボディアッパー、もしくはフックを入れます。アウトサイドにスリップしながらその肩をしっかり入れます。その位置から右のアッパー、その位置からショートレンジの左右のフック、これを叩き込みます。左ジャブに対して今度はアウトスリップですね、そこから右、相手のジャブの戻り際に右をかぶせます。はい、この場合はジャブ避けると同時にスイッチします。スイッチして相手のレバーを狙います。バンバン、はいバン、はい、この時に相手がワンツーで来る可能性もあるわけですね、はい、ジャブから自分がこうミドルを蹴ろうとしている時に、はい、バン、はい、これもらえます。ですからこの時に、はい、バンバン、必ず手をガードしながら、左でガードしながらバンバン、ガードしながら持ってきます。はい、ジャブに対してカウンター気味に間合いを詰めながら相手のジャブを潰しまして、その位置から肘を叩き込みます。ジャブに対して、ジャブを返します。そこから、下段につなげます。技を上下に散らすことによって、後の反撃をしやすく、していきます。
ジャブに対してヘッドスリップしながら右フック、クロスカウンターです。大きい人間に中に入るときはジャブをヘッドスリップまたウィービングでかわして、そのこの位置から中段のストレートを打ちます。その勢いを利用して左のフックを上段に打ちます。相手の左ジャブに対してサイドステップと同時に左ストレートを合わせ、それから右ローキックに合わせて、それから右ストレート、左フック、右ストレートとパンチの連打につなげていきます。相手の左ジャブに対して左内股ローからのコンビネーションにつなげますが、その時に正面に入るとそのままジャブが大きい場合です。相手のリーチなどあるとそのまま入ってきますので、サイドステップ気味に入ります。そこからまた左ミドルにつなげ、そして相手の崩したのを利用して右ストレート、左フック、右ストレートとパンチの連打につなげていきます。自分と同じ身長と身長が体格が同じ相手の場合ですね、ジャブ、リターンジャブ、クロスなどが入るのですが、無差別ですから自分より相手が大きい場合があります。ジャブに対して下段蹴り、この時下段蹴り注意することは回して打ったりしません。まっすぐ相手の内股をめがけてまっすぐ打ちます。そして下半身の動き、下半身の動きで相手のバランスを崩して次のストレートなり蹴りなり相手の攻撃をカットします。続いてそれと同じで左上段回しに返します。今度はこの時膝をしっかり高く上げて、この時もまっすぐの軌道で当たる瞬間に返して蹴ります。私の場合、サウスポーのため相手の右ストレートを警戒してそれを止めるために、はい、相打ちを避け、頭を逃がしすぐ左ストレートを入れて次の蹴りにつながります。右のパンチの場合は、これは左のリードパンチにつないで次に出てくる右のストレート、もしくは右のパンチから右のパンチから左の蹴り、左の蹴り、もしくは左のパンチ、左のパンチ、この大体大きく分けて2通りが考えられます。右のパンチに関しては、はい、右のパンチに関しては左のジャブであったと同じように、はいはいはい、パリーします。はいダックします、はい、ブロックします、はいはい、スリップします。いろんなことができます。そこからはいろんな、連打は いくらでも考えられます。もう一つよく使われるのはスウェーです、この場合は特にワンツーで来る、ワンツーで来る右に対して自分は体、後ろに、はい、後ろに下がりながら、そして自分から右から入っていく、これはよく使われる一般的な方法です。相手が右ストレートですから体重が前にかかります。でこの時に相手が力が前に出てきますから自分がちょうどカウンターを取りやすいわけです。これよく相手にわざとワンツー打たしておいて、こういうふうなよく使い方をします。次は右のパンチから、次のパンチもしくは蹴りにつながる場合を考えます。この場合一番確実なのは右のパンチを打って相手が左の蹴りに来るか、はい、蹴りに来るか、もしくは左のパンチに来るか、これは見えないわけですね。この場合一番確実なのはですから、はい、右のパンチをパリした場合、はい、すぐに、はい、自分も右のパンチを返します。これが一番オーソドックスな反撃です。はい、この場合もし蹴りが来た場合でもこのまま相手のバランスを崩しながらパンチを出せます。また、はい、フック来た場合でもこれが自分のガードになります。ですから、少し肩を上げ気味にして、右のストレートを叩き込みます。相手の右ストレートに対してまず相手が右ストレートを出せるような状況を自分で作ることがポイントなんですけども、右ストレートが来た場合それを読んでステップバックします。その場合
自分の肩で相手の右背とガードするような感じで肩を開いて、あと右足はしっかりすぐ反撃できるような状態でこのステップを切ります。この状態から右のストレートで反撃していきます。右ストレートに対しまして、スイープしながらそのままカウンターで相手のスイングですね、これ体重を乗せながら大きくスイングで相手の顎を狙います。その肩の返しをそのまま返す形で左のアッパー、ね、あと体格で右のミドルを相手のボディに、叩き込んでやります。相手の右ストレートに対してジャブと同じようにヘッドスリップしてからの空いたレバーに対してのボディアッパーです。これも素早く相手のパンチをギリギリに通って打つことがポイントです。右ストレートに対して基本的に右側にヘッドスリップしますけれども、その際に同じ場所に戻ると、前が詰まって、捕まりやすいんで、右側にヘッドスリップしたあと、左足を軸足に、回り込みます。その後反撃につなげていきます。相手の右ストレートを避けた場合にただの左のヘッドスリップというかダッキングですとそのまま相手の膝がそのまま入ってくる恐れがあります。そのためにしっかり右肩を入れて右肩を入れながらスイッチをしてガードを固めてそこから左フック右アッパー左フックそれから右ロアのフォローにつなげます。右ストレートに対しましてヘッドスリップで入ります。そして相手のちょうど四角ですね、四角になるところに入りまして下から足が跳ね上がるように蹴ります。もう一回。横の場合サイドにステップします。まずサイドステップしまして今度は相手の顔にですね蹴り足がちょうど正面から当たるような角度で蹴ります。後ろに下がっての蹴りです。ストレートに対しましてバックステップでかわします。でそれに合わせましてスナップで蹴るような感じで蹴ります。でまずはミニステートが完全に来るっていうの状況を自分で下がりながらとかジャブを殺しながらとかっていう形でそういう状況を自分でも作ります。でそれに対して相手が前に来るような状況を作ってそれに対してカウンターの膝蹴りを若干前に入りながらそのままぶつけてやります。この場合、ボディめがけて自分も、前足のかかとを上げながらそのまま前に持っていくような形でカウンターを入れます。まず右ストレートで来る相手に対して左のミドルでカウンターを取ってすぐさま右のアッパーを入れます。で最後に左の肘でとどめ打ちます。相手の右ストレートに対しては距離によって正拳を横に返したり遠い距離の場合横ですけどもショートレンジの場合は縦拳にして相手に右ストレートに対してカウンターを取ります。その時注意するのはボディの時は相手の溝落ちを狙う、顔面を狙う場合は相手の喉を狙います。そうするとうまく急所に入ると思います。右ストレートに対する左下段のカウンターの反撃です。まずストレートを打ちます。
相手が打ってると打ってきます。あとこの場合は相手にダメージを与えるのは目的ではありません。相手のバランスを崩すのが目的ですので、内ももではなくて膝の横側ですね、膝の横側を蹴ります。パンチの攻防の中で右ストレートに対する反応が間に合わない場合とかによく使うんですけども、反応できればいろんな反撃の仕方があるんですが、反応できなかった場合にはもう右の下に立って肩を押さえてやって相手の連打を止めてしまいます。肩を止めてこの位置から中間距離の肘であったりボディであったり蹴りにつなげていきます。これもまた自分より身長体格が大きい相手に対する反撃です。まず顎を引き、相手のストレート系のパンチ、ストレート、顎を引き、デコで受けるつもりで、そして腕でカバーし、下に潜るようにしてステップインすると同時にアッパーを打ちます。続いてもっと身長が高い相手に対して次は中段から入ります。右ストレートからサウスポーからの肘と膝の反撃方法をご説明します。肘と膝は近距離に応じてとても有効な技ですが、右ストレートが出てから、出てからでの反撃では間合いがもう狂っておりますので、相手の右ストレートの出る出鼻をこれを止めます。止めるときは手だけで止めるのではなくて、手と頭、額ですね、この部分で同時に入ってください。そして思いっきり入り、肘は真横では入るのではなく上からかぶるようにして相手の中心線を取ります。そして膝蹴りにつなぎます。右ストレートに対して左でパーリング、そして相手が左ストレートが出てくるところをフックでかけてからローに反撃します。ゆっくり、もしくはミドルに入れます。右ストレートが出ると同時に右の斜め前に進み、これに合わせながら左ミドルを脇裏に入れます。この時は膝をあまり抱え込まないで棒蹴りの状態で蹴り、間合いを十分取りながら次のパンチに進めます。接近もしくは、中間距離でのフックに対しては、まず代表的な、ブロック、ダック、ウィービング、スウェイなどがあります。でその次に大体左フックの次は大体左フックから、右のストレート、右のストレート、もしくは、右のフック、右のフックの連続が来ることが多いわけですから、この時に、まず1打目の左フックを、ガードしたら、次に相手の右のパンチ合わせるようにして自分の左のパンチを肘を上げるような感じで出します。パン上げるようにして、そこから自分のまた右のパンチに持っていきます。もしくはこのように、ダックして相手の、くぐって、それと同時にストレート、そしてフックアッパーというふうなつなぎ方があります。ファイタータイプはフックからフックの連続で入ってくるというケースが多いわけですから、ですから、今のように、ストレート系の連打、ストレート系の連打というのが非常に、効果的です。もしくはこれと同時に相手の首に抱えて膝蹴り、そして肘打ち、もしくはこの時に、受けると同時にそのまま頭から入ります。自分のガードしながら頭から相手の顔面に対して、続きを持っていくという方法もあります。普
普通の約束組手等々では必ず、ジャブとかストレートに対してこういう反撃をやりますけども、なかなか、はい、続きに対して反応っていうのはあまりしません。こういう場合、このバンバン入ってくる人間に対して、はい、このままバンバン、このまま頭から入っていくというのが非常に、効果的です。相手の左フックに対してガードを固めつつ前進します。前進することによってヒットポイントをずらすことができます。入りながら同時にカウンターの肘打ち。左フックに対して杖で、かわします。そこからアッパーフック、右の蹴りと返していきます。相手の左フックを右ウィービングとサイドステップによって相手の死角に立ち、そこから相手の死角から右ストレート、左フック、右ストレートのパンチの連打からフォローの左ハイキックまでつなぎます。まずブロッキングをしっかりガードしながら固めます。それをした途端に小手または距離によってはフックを横に変えたり、縦剣で鋭角にフックを打ちます。その時につなぎとしてアッパーが有効だと思います。はい、右フックに対する、左のカウンターです。相手の右のフックに対して左のカウンターを、ストレート気味に、顎に当てていきます。その際、相手のパンチを、ディフェンスする、ためにもしっかり中に 入って前を詰めるということです。でしっかり肩を上げないと、顎にパンチが入ってしまいますので、しっかり顎を締めて打ちます。それと、あまり踏み込みすぎると前が、ね、詰まって、左のパンチが的確に当たりませんので、あまり踏み込まない、なるべくその場で足を踏み替えるぐらいの感じで打った方がいいと思います。右のフックに対する右のフックのカウンターによる反撃です。まず、フックを顔面に垂直に当てるフック、もう一つはロングフック、相手の側頭部をこの拳の部分で打つロングフック、2種類あります。まずショートで打つフックです。相手の顔面に垂直に当てます。もう一つはロングフック、相手の側頭部に当てます。はい、相手の右フックに対してウィービングしながら右のフックですね、それを溝落ちにカウンターで打ちます。そして返しに左フック、ハイキックまで行います。相手の右フックに対してブロッキングとステップバックで相手を十分引きつけて、そこから右ストレートを打って左フックを引っ掛けて右下段のフォローを入れます。右フックに対してはまずガーディングでしっかりブロックします。その勢いを利用してフックを距離を測って小手または近距離の場合は縦にしたり横で折りたたむようなフック、それを左右に連打します。最後にアッパーで周りから回ってくるパンチだった最後にまっすぐに下から強めるパンチでやると効果的だと思います。相手の右アッパーに対しての防御からの反撃ですけども、相手の右アッパーを引きつけて素手でかわします。そしてその後すぐ相手のパンチを警戒して左へウィービングします。
そこから一番適当な反撃として左レーバーを打って、そこから右ストレートにつなげ、さらに右のゲラ回し切りをフォローで入れます。いきます。自分が、試合ですね、それを目標として稽古する場合なんですけど、まあみんなと変わらないと思うんですけど、まずシャドウなんですけど、シャドウはまあスピードですね、スピード、フォーム、最初の、まあ、1、2ラウンドはフォームを決めるために例えば鏡を見てゆっくりやったりします。慣れてきたら徐々にスピードを上げて、腰のキレ、スピードを上げないとやっぱり、スピード能力っていうのは上がらないもんですから、次にミットですけども、まあ、ミットっていうのは常に相手を想定しないとダメ、まあ、試合想定するわけですから、まあ、緊張解かないように。そしてまあスパーリングですね。スパーリングっていうのは、まあ、常に熱くなってやるとダメになってしまう部分もあるんで、まあ時々まあ、その時々限定した技とかそういう身につけたいのを大体限定してやるように、大体マススパーリングもいいですけど、それはまあ楽しみながらやるっていう感じですかね。まず、試合3ヶ月ぐらい前からですね、すごい調子の悪くて、全然自分の動きができない自分とかですね、最悪の状況をイメージして、もう練習をしないと仕方ないっていう状況に持っていきます。そして、試合が近づくにつれてですね、だんだん、試合で勝ってる自分、表彰台の上に立って一番先頭におる自分とか、そっちの方をイメージしていきます。練習は、ミットで、スピードトレーニング、サンドバッグは強く1打1打叩きながらコンビネーションで、打っていく。あとはスパーリングは、いろんなタイプと、どんどんガンガン、やっていく、そういう風な、練習が中心です。前蹴りに対してはまず基本的なことは膝ブロックですね。膝を上げてブロックします。膝を上げてブロックして自分が次に入っていく、はい、もしくは、はい、ブロックして自分が次に持っていくというのが、最もオーソドックスなブロックですが、ただこれだと相手の攻撃に対して 1、2 で反撃になるわけですけども、この相手の攻撃をそのまま自分の攻撃に生かすようにします。そのために、はい、相手の蹴りをかけます。相手のかけて、これを離さないようにします。離さないようにして、ここから右のパンチ、左フック、もしくはかけて、そのままローにまっすぐそのまま持っていく。相手はこの前蹴りに対して、はい、かけてから攻撃しようとします。ところが、これに対して相手が足を踏ん張って、こう足が外れた場合があります。この場合は、はい、相手に踏ん張られて外れます。これはローから、もしくは上段に持っていく。はい、もしくはローから膝に持っていく、肘に持っていくという方法もオーソドックスですが、この時にあえて、はい、ローにしないでそのまままっすぐ膝で相手の太ももを蹴ります。これ非常に、急所ですから、ここを思い切り蹴込ん でこれからは膝蹴りとか肘打ちと同じようなつなぎ方にします。蹴りに対してはほとんどがパンチまたは回し蹴りでリターンで反撃するパターンが多いんですけども、相手のそういったリズムを狂わす上では前蹴りも有効な技の一つだと思います。その場合注意するのは、下からリターンで反撃する場合に下から普通通りに前蹴りを蹴っちゃうと、下段払いなどで払われる可能性が高いので、さらに上に引きつけてから上から下に下ろすような感じで蹴ります。相手のローに対してのいろいろなガードを紹介します。まず相手がローを来ます。これ一番基本的なのはこういうふうにして膝を返して受けます。ただしこれが今度は上から今度来た場合に、このまま下の、水平から来るローにだけ気を取られていると真上から非常に 弱くなります。したがってこの時ややつま、はい、先立ちになるような感じで、つま先立ちになるような感じになると太ももの筋肉が、硬直しますのでガードが強くなります。これが一つのカットですね、はいはい、次は、はい、相手の
はい、ロープでかわして自分が反撃する、はい、相手のローをかわして自分が反撃するという方法が一つあります。はい、かわして反撃する、はい、もしくは今度は相手のローに対してカウンターで、はい、相手がローの動作入った瞬間に相手の太ももそれをなるべくかかとの部分で踏みつけると相手がローを出した分それだけ、ローが強ければ強いほどその分逆に非常に、筋肉にダメージを与えます。もしくは状態からこちらの足ですね、こちらの足でも持ってきます。こういう方法、ローに対して中下からほとんどローに対してロー、はい、ローに対してミドルぐらいまでですけども、はい、この時ローに対してそのままローを受けると同時にそのまま上段に持っていきます。そのまま相手の下段に合わせて右のステップカウンターで決めます。タイミングはですね、相手が入ってくるこの時を狙って相手の顎にステップを叩きます。ここから左フック右下段へと下げていきます。相手の右ローに対して踏み込んで左のストレートもしくはフックでカウンターで反撃します。ただその場だとどうしても中に入りませんので、しっかり相手の蹴り足が地面を離れる瞬間ですね、相手の蹴り足が前に出てきればだともう完全に遅いですから、もう点のモーションに入ったと同時に踏み込んでカウンターを合わせます。相手の右下段回し蹴りに対して、左の内股の下段回し蹴りを合わせます。同時に蹴ったとしても軌道が少ない分自分の方が先に当たるもんで、そこからつなぎとして右ストレート左フック引っ掛けてまた右下段回し蹴りのフォローにつなげます。右のローに対して蹴りを合わせるわけなんですけれども、普通に軸足を返して腰高で蹴ってしまいますと蹴りのローの力で倒される場合がありますので、腰を深く落としたまんま合わせます。足を引いてその時注意するのは頭の軸がその位置からずれないで下の下半身が後ろに引くような形で、右の下段回し蹴りを透かします。でその勢いを利用して下段蹴りを打ち込みます。相手の右下段回し蹴りを足をスイッチしてかわし、そのまま左の中段回し蹴りに移ります。でその蹴りを下ろすと同時に右ストレートを打ち、また左フック引っ掛け、また右ストレートの連打につなげます。私はサウスポーのためよく相手の右の下段蹴りを内股にもらい、技の出罠を止められ、技を出すことに大変苦労しました。逆にこのローキック下段蹴りを逆手に取り軸足を借り決めに転ずる方法を覚えました。中段の蹴りに関しては、はい、まず脇をしっかり締めます。脇をしっかり締めて、受けます。その時に、この肘で相手の、太ももの外側ですね、この部分を下ろすようにすると同時に相手にダメージを与えることができます。もしかしたら膝の場合もあります。これで下ろします、はい、もしくは今度は膝カットですね、はいはい、膝でカットする。で膝でカットする場合は絶対にこれが後ろ足に体重がかかってこういうふうなカットにならないように、これは大きく軸足を払われる可能性がありますから、必ず受ける場合でも前に出ていくような感じです。自分が前に出ていくような感じで受けます。もう一つは、はい、相手の蹴りを
流しながらキャッチします、はい、この場合でもどんそのままこのまま受けないように必ず自分が引くような感じで持ってきます。でこの状態から膝蹴りもできます、もしくは蹴りもできます、パンチにもできます、特に相手の中段をキャッチした場合、中段をキャッチした場合、はい、これはこのまま相手の首を抱えて膝蹴りにもできます。膝蹴りもしくはこのまま自分が体を入れ替えてこっちの足を上げるようにして入れ替えて相手を前方に転倒させます、はい、もしくは、はい、この状態で受けた時に、はい、膝蹴り相手が、はい、後ろに体を反らします。はい、反らして膝蹴り効きません、はい、この場合は中に入れて膝を払います。払って突きに反ります。もう一つ同じく、はい、かけます、はい、膝に乗ります、はいはい、今度後ろ、はい、今度後ろにも今度相手が後ろにも今度突っ張ります。はいはい、前、はい、後ろなりません。この場合は肘をつけます。肘で相手の顔面を肘でこなして、そしてその方向に押しながら蹴ります。相手の右の回し蹴りを最初にキャッチします。キャッチするときに自分の足がベタ足だったり位置が低かったりすると相手は膝をひねって逃げてしまったりするので、取った瞬間に自分の肩と足を使って上に上げます。で相手のバランスを崩しつつ回してハイキックを決めます。右の回し蹴りをまず、ガードをしてからしっかり抱え込んでキャッチをします。それと同時に相手の中段もしくは体力指数差がある場合は筋的も狙って、攻撃します。それに続いて打ったら足を下ろしてから左フック右ストレートへとつなぎます。相手の中段回し蹴りを受け流してからの反撃です。流しつつ左フック右ストレート左フック返しの下段まで行います。はい、右ミドルに対して後ろ回しを合わせます。まず相手が蹴ってきます。で普通こうやってガードをしたりしますけども、大体足の長さで大体目測測って寸前で見切ります。でそれに合わせて後ろ回しを後頭部に当てます。蹴りに対して下段のローなんですけれども、軸足を実際に蹴って倒します。相手に入ってくるのと同時もしくはそれ以上に早く合わせます。蹴るところは、膝の少し下ですね、ふくらはぎの部分を狙って蹴ります。つく、左の中段回し蹴りに対して右ストレートをカウンターで当てます。その時に踏み込みが浅いとこちらもミドルによるダメージを食らってから当てるとワンテンポ遅れて威力が死んでしまいますので強く踏み込みます。で右ストレート左フック右の下段回し蹴りにつなげます。蹴りを腕でブロックしまして、そのまま相手の足が浮いている状態ですね、ミドル蹴ってください。相手の足が浮いている状態の時に腕でブロックして不安定な状態に左フックを合わします。相手の中段の回し蹴り受けたら距離が詰まっておりますので、相手の足が降りる前に最初のフックは腕相撲をするようなつもりで小さくショートに入れます。そしてその反動を利用しストレートまで持っていきます。ポイントはさっきも言いましたが、足が降りる前に腕相撲をするようなつもりでショートのフック、そしてストレートと打っていきます。
相手の右上段回し蹴りに対してですけども、ハイキックが来るのと同時に右足を下げながらスウェーバックでかわします。この場合右のガードは相手の蹴りがこちら側から来るためにこうできればこっちに持ってきます。で左の手っていうのは相手の蹴りが伸びてきて当たるといけないので下げます。そして反動で回し蹴りにつなげます。左の上段回し後、相手が入ります。この時、少し体が左側に、失礼、右に傾きます。その傾いたところの脇腹を前蹴りで捉えます。みんなここで回し蹴りといって持ってきますけども、サウスポーの場合、左足の前蹴りは結構有効に使えますので、これの相手を崩してからワンツーに持っていきます。左の上段回し蹴りに対して、後ろ蹴りを合わせます。後ろ蹴りもしくは後ろ回しを合わせます。単発で最初から左の上段で来る場合、左の上段で、はい、両方手で受けながら回って相手の溝落ちに後ろ蹴りを入れます。はい、この時にどちらかというと受けては両手で受ける感じですけども、受けながら実際受けているのはこちらはですね、こちらの手が、はい、こちらの手がかかるような感じでないとワンテンポずれてしまいます。これを受けてからこっちで受けてから回ってたんでは遅くなります。この状態で両手受けますけど、この状態で入ります。大体右の膝蹴りっていうのは相手のパンチ攻撃に対してのカウンターで合わせてくる場合が多いもんですから、自分でその攻撃を誘ってですね、こうパンチの相手が出したところを右のアッパーを合わせ、右のアッパーを膝に対して合わせて、その時にアッパーをショートで打つと届きませんので、相手がのけぞ、あの膝を蹴ってる時っていうのは上体がのけぞってるもんですから、ロングでアッパーを打ちます。右のロングのアッパー、そこから左フック引っ掛けて、ま、なおかつ右ストレートまでフォローして、そこから左の中段回し蹴りにつなげます。試合前になりますとスタミナとあとスピードあと反射神経とかそういった考えが必要になってきますので、まずシャドウであのしっかりイメージを作りまして、そのイメージを作った上でそれを実際にミットで実践してみると、そういう形をとっております。そのシャドウについてあのなるべくその大きい選手だとかトーナメントの試合ですので、小さい選手だとか大きい選手だとか、いろんなその選手に対応できるようなイメージ作りを心がけて、それを実際にあのミットの練習の中で実践できるようにという形で心がけています。まあ、かなり前のうちにそのウェイトトレーニングとかランニングとか体力作りをしっかり行っておりまして、まあ、試合が近づくにつれ、その基本的には自分のコンビネーションというのはシャドウでやったり、まあ、サンドバッグなどで、まあ、回数を決めてこう徹底的にやり込んだり、まあ、対人練習でまあマススパーというか技を限定して攻防の練習をですね、しっかりと自分のテーマを決めてやるようにして、自然とカウンターを当てれるですとかタイミングよく返すとか、そういうことができるようにしてスパーリングに入って、まあ、試合に臨むといった方法が自分のやり方ですね。まず相手のジャブ、最初の踏み込みで引きつけてスウェーします。で、ツーに入ってくるタイミングで左に、ヘッドスリップします。で、その時にまた右のガードをしっかりして、そこから左のボディ、右の下段回し蹴りと入っていきます。はい、相手がワンツーを出してきますので、自分は左にずらして、ローでカウンター取ります。で、その後そのまま右のショートストレートを当てます。だ、相手が交代するようでしたら、ここから左のミドルで、追います。もし
それでも後退しない突っ込んでくるようでしたら首相撲の体勢からレバーに左の膝を入れます。でさらに右の肘でダメを押します。相手がステップインしてワンツー入ってきた時ですね、これに合わせてハイキックを打ちます。しっかり相手の重心が落ちたワンツーが来ますから後頭部を狙うようにしてしっかり膝を抱え込んで打ち込みます。相手のワンツーをパリング、これは両手でパリングするではなくて出てる右手だけでパリングします。そのパリングしたその勢いを使ってすぐフックに入ります。これはフックのダブルフックを想定して1打目をパリング、2打目はそのままフックになります。この場合右ストレートを真正面で受けないために幾分左に逃げながらフックに入り、そして戻ったところで迷いが詰まってますのですぐ肘に反撃します。まず相手のワンツー左右フックに対して相手が踏み込んできたときに左のブロッキングなおかつ右ので相手の右フックのタイミングで右クロスを合わせます。そこから左フック右ローと攻撃をつなぎます。フックで連打を打ってくる選手比較的ボディが開きやすいものですから構えてガードをしっかり固めます。でこのガードが低いと肘の位置が低いとどうしてもフックが顔に当たりやすいんでしっかり耳の横まで肘をしっかり上げてガードします。ここから膝につなげます。でガードをして相手の中に入った瞬間になるべく素早く入った瞬間に蹴るようにした方がいいと思います。まず相手の最初の1打目のフックを、はい、素手でかわします。そして相手がこの手が戻って右のストレートが出るときにこちら側も頭を逃がしながら右のショートストレートもしくは左のクロスもしくは左のローとあります。これは単発ですが相手のフックストレートで伸びきったところ伸びきる寸前ですのですごい技の崩しとなります。この後各選手の方またその方がその後続く技を練習してほしいと思いますがこれは一つの崩しとして覚えてください。ワンツースリーのコンビネーションに対してワンツー受けると同時にですね相手の左フックの距離ですから身長体が上一緒だと自分の左フックの距離でもありますからこれをフックより醜い位置から下から出します。そしてまっすぐ当てますね。相手に対してまっすぐスマッシュを上から下に下から上に突き上げます。ジャブからのローキックに対しての反撃法ですがほとんどがステップバックまたはカウンターストレートだったりガードしてローキックでつなげます。それじゃなくて、ミニローキックで逆にカウンターを取ります。ゆっくりやってみます。次はステージャブからの後ろ蹴りですね。距離のある場合にステージャブから後ろ蹴りいきます。はい、この場合は、はい、中にしっかり入って軸足を払って倒します。ステージャブから膝蹴りですね。これもよく、はい、ジャブを払ったと思って自分がカウンター打つと膝蹴りをもらう場合があります。はい、バーンこのままいくとまともにカウンターでもらいます。でこれは、はい、と同時に膝をいわゆる外受けの要領で外受けの要領で外してから自分の攻撃に持っていきます。相手がワンツーできた場合
ヘッドシップした時点で相手が大振りで打ってきた場合には密着することが多いんですけれども、このまましっかり肩と右側の耳、これを相手の方向に体に密着させたまま相手のバックを取ります。ここから相手を倒す際に自分の体重を利用して足を一本残した状態ですね、その状態で相手を自分の体重を利用して引き倒します。相手のパンチに合わせてインサイドステップイン、ボディーブロー打つよりも深く入る要領ですね。入ります。そして相手の膝の裏を掴んで体は向こう、手は引きます。これで倒してしっかり相手の足を押さえながら上に上がる、相手の脇を刺します。刺して上に上がります。よいしょ。相手の左ストレートを右手でパリングし、戻り際に左手で相手の右の攻撃を止めるのと、首をかけ体重を左に移し、大外刈りではなくて大外落としで下に倒します。この時の一番のポイントになるのが、やはりしっかりしてしっかりパリングし、右の攻撃を全部封じるためにいち早く体重を右に移し、相手の死角に入るようにしながら手で同時に下に崩します。相手のミドルに対しまして、反り投げスープレックスで投げます。まず確実に足をロックしてフックします。腕は下からでも上からでも構いません。まず相手の左の中段回し蹴りをブロックしてからしっかりキャッチし、足タックの要領で相手を引き込み、また背後に回り、そして勝ってから横四方、それから膝から入りマウントポジション、そして有利なポジションを取ります。この場合は膝から下を上げて相手の蹴りを流します。はい、流します。流して着地します。着地した時に相手の襟、肩襟もしくは肘のあたりを持って自分が左に回転しながら相手を自分の真下に持ってきます。真下に引きずり下ろして蹴りを入れます。相手がここで、はい、頑張ります。はい、頑張ります。これもタイミングが遅いと逆に今度は自分の方がやられる結果になります。こうやって相手が頑張った場合は、この場合にこの肘を出します。この肘打ちを出します。肘打ちを出して、そして回転すると同時に左足を跳ね上げます。左足を跳ね上げます。跳ね上げることによって、次、もしくは関節を持っていきます。はい、今度は長身の相手に、はい、ロックされて、はい、前方から膝上げされます。はい、基本的には、はい、肘を下ろします。その瞬間を狙って外受けするような感じで流して素早く足を抱えます。足を抱えて中に入って抱きかかるようにしながら軸足払いから決めに持ってきます。対岸の場合、足を引きこういうふうに前ができますと相手は膝を蹴ってきます。こういう膝ですね。もしくは相手がで大きい外人であるとこういう密着した状態でも顔面を蹴ってくる場合があります。そういう場合はわざと蹴らしておいてその足をすくいます。すくいます。で相手のその
蹴った勢いを利用しまして作って投げます。で、投げる際に、右手ですくう場合は左足で相手の軸足を払って入れます。そうすると比較的簡単に投げれます。まず接近して相手に構えた状態ですね。この状態で相手の膝蹴りに対して軸足を勝っていきますけれども、これポイントとしてまず掴むところですね。これが弱いとどうしても手の足の力だけではどうしても払い切れませんので、まずなるべく瞬間に相手を釣り上げるということと、あと自分の軸足を中心に体をしっかりと回転させてやる。でそれとあと相手が蹴ってきた時の、このタイミングですね。蹴りが当たる瞬間というのが一番軸足が伸びきりますので払いやすいです。ただこのタイミングをしっかり見計らって踏み切る、で払っていきます。で左右蹴らせておいてタイミングを見計らってかけるというわけなんですけども、例えば自分が相手が右の膝を蹴ったときに軸足を借りたい場合ですね、左から右に来た場合に相手を押しながらこう、そしてすぐ起きて決めの動作に移ります。首相撲の体勢から、蹴ってきた、相手の足が、一本足になったときに、その方向に背中を向けて首投げで投げます。よいしょ。これから入る背負い投げは胴着の下の方を取り、相手の手との間のから手が抜けてて肘が脇の下に入るのが重要なポイントです。いきます。膝蹴りで、優勢にこちらが進められる場合ですね、相手の腰が若干引き気味もしくはこれを嫌がってこうくっつく場合あるんですけれども、どちらの場合も重心がちょっと不安定になりますので、軸足を半歩外側に返しながら軸足を払っていきます。なるべく膝蹴りからこれ同じリズムを作って同じリズムで払っていくのがポイントです。基本的な顔面なしの、組手を取り入れております。その組手を取り入れることによって、闘争心や、体の中心または一発一発の蹴り、そして基本的な、組手、そういう駆け引き全てもろもろ含まれていると思いますので、それを重点的に取り入れております。その他のトレーニングとしては、胴着を掴んでの引き崩しや、筋的攻撃など小さいものでも、大きい人に勝てる、要するに外国人対策としてのトレーニング練習法を、重点的に、練習しております。まあ、私に限らず、ちっちゃい人間というのは相手との距離、間合いが大事だと思います。特に私の場合はカウンターを狙う技多いので、常にスパーリング普段の稽古でも相手といかに自分の相手で戦うかを常に頭に入れて練習しています。また距離が少しでも縮まるようでありましたら、もう思いっきり中に入って、腕なり胴体なり首なり取って、取ってしまえばある程度投げれる自信はありますけども、今でかい外国人対策としましては両襟を両手で持って、左右どちらでも投げれるような、組み技のトレーニングはやっております。でまたちっちゃい人間ですですけども、ある程度でかい人間に対しての力負けしないためにウエイトトレーニング、特にパワー系のウエイト
ハイクリーンであるとかプライオメトリックストレーニングなんかにも、まあ、取り組んでおります。足首より先、足首のあたりが相手に取られた場合、この場合、ね、当然相手は投げに来ようとして掴みにかかってきたり投げパンチに来たりするので、その前に浅いってことは自分との距離がありますから、それを抜くために急激に膝を内側に抜いて、そこから縦、まあ、足首を縦にして抜きます。そのまま相手の接近を遠ざけるためにそのまま前蹴りで突き放して自分の攻撃につなげます。深い場合相手は当然にもしパンチもしくは掴んでの投げに来ようとしますから、それを防ぐために膝を最初は下に下ろして体重をかけます。相手のと自分の足を距離を置いて体重をかけます。できるだけ自分と相手を接近させて、できれば首を掴むようにします。そこで少し我慢した後に膝を中心に足を回転して、足払いに来る足の全身を止めます。それで体重をかければ足相手の手は外れますから、そこに膝蹴りを持ってきます。私が首投げに行こうとするときに相手が踏ん張られて逆に返されそうとする、こういう体勢になった場合なんですけども、こっち側ですね、まあ、右の場合はこっちの左足なんですけども、この足を左手で取りながらロックをしっかりしつつ回転して膝中に取ります。まず第一に相手の顔を自分から離し、引き手を親指側から引いてください。小指側からだと切れませんので、親指側から引いてすぐ前にある足を取り、奥足を払います。すぐ決めます。同じく首投げから今度は釣り腰に入り、自分が今度相手を投げます。この場合注意しなければならないのは、相手が打ち込んだ瞬間相手より腰を低くしてください。そして手は十分に股に手を入れ内側の方に当ててください。そして手で上げるではなく腰で吊り上げ、上がった瞬間相手の引き手を引き 前方に前転させるようにして投げに返します。スタミナ技を使ってこう倒れた時に寝技での有利なポジションに乗せるという技です。じゃあお願いします。まず足をかけます。そして相手がそれでも投げようとすると潰れて潰れます。そこにちゃんと足を引っ掛けて相手の腕をコントロールし、それでスイーパーなど取れたらしっかり、片足タックルに入られた場合、まあ、自分がパンチなんかで攻めて相手に入られた場合ですね、濃い場合に入られた場合はすかさず頭を抱えます。上から抱えます。で右手は脇から相手を腕をすくいます。胴タックルもらった場合なんですけども、こういうふうに入られた場合はまず上から相手の両腕を抱え込んで半抜きに取ります。もしくは首相撲で自分から取った時に相手が胴に手を回してきた、そういう時にはすかさず両腕を回してそのまんま
例えば右方向に投げる場合ですと、相手の足、右足です、左足ですけども、そこを自分の股に挟むような形で、それから反って投げます。入りましたら、この足が残ってると担がれて、こちらに持ってきたり上に添えたりしますので、頭はまず下に潰す、脇の下足抱える、取られてる足が残ってるとまだ相手が残ろうとして上がってきますので、同時に殺して真下に、真下に落としながら潰します。今度は胴タックルです。相手が打撃に合わせる、もしくは出鼻を頭から胴に入ってくる、この瞬間も基本は同じですが、脇を締めて自分の手の内側で相手の頭を前に押し上げてください。この時打撃も知ってる相手でしたら、ペイントついてパンチ打つかもしれませんので、ガードはやはり高く持ってきて、注意するのは脇はしっかり、両方の脇はしっかり締めて、はい、入ってきたものに対して顔を必ず上げてください。上げて脇の下は入れて、また足を入れ替えます。それで力がね、これ相撲的なところあるんですけども、腰を十分に落とし、上がった顔を後ろに持っていくか、もしくはすぐ下に潰し、このまま入ります。倒されてすかさず襟を取ります。距離を取りますとマウントになり、取られますので、まず襟取って距離を縮めます。それで今こちらはキャッチされてますので、残された足で蹴って、今度は逆に距離を取ります。それから足でももなり背中なりかかとを落とします。で相手は出上がります。でまた距離を取ります。で今度こっちで落とすなり、でここまでなったら下から三角なり腕ひしぎなりを狙っていきます。倒された場合ですけども、道着がないと持つところはありませんので、すかさず肩固めに持っていきます。で肩固めで決まらなかった場合ですと、そのまま相手のバックを取ってマウントでのパンチ、もしくは上から締めに入ります。もしマウントを取られてしまった場合、こういう形ですね、取られてしまった場合はまず脇を締めます。脇を上げてるとどんどん相手上がってきますので、脇をまず締めて相手をこれ以上上に上げさせません。それから柔道でいうエビですね、エビの要領でこっちの足を押しながら、まず下の足を抜きます。でロックして、今度はこちらの手を脇からしっかり抱えて、でこちらの手で襟を取ります。で残った右足で相手の足を内側からすくい、跳ね上げ、上に取ってマウントを取ります。やはり上の選手はここからしっかり押さえ込むということで、なるべく上体の方にこう体重をかけてくると思うんですけれども、この状態から相手の脇のあたりに指をかける、もしくはしっかりここがかかれば、このままこう返すこともできると思うんですけれども、特に打撃打ってきた時っていうのは腰が高くなりますので、この脇だとかそういったところに足が刺さりやすいです。でその合間を狙って脇の間に足を挟み込むような形で、で後ろに倒そうとするとやはり相手は
上体を前に倒してきますので、この瞬間に相手はバランスを取るために空間がここに若干空いてきます。でその空間を利用して下から蹴り上げるような形で相手を上に上げて頭を抜くような形でバックを取ります。勝つとか人により一歩前に出て活躍するとなれば、やはり体を休めても気持ちは今日の反省、練習のことを絶対にも頭の中から離さないようにして、常に今日の反省をするように心がけてほしいと思います。それの積み重ねによって自分が思っている戦い方、またライバルと思う選手のことを頭の中に入れておけば必ず勝つ対策が見つかりますので、家に帰っては体を休めても頭の中でそのことを十分に考えてほしいと思います。そしてメンタル的なことなんですけども、ダメージの多いような蹴りを回った時に顔に出さないでこらえるっていうものは練習でも十分身につくんですけども、やはり家庭の中においても嫌なことがあっても顔に出さず、心でねこうぐっとこらえるっていう、そういうふうな細かい積み重ねが必ず組手の中でできますので、生活においても十分気をつけてそういったところも練習してほしいと思います。技術面と体力面があると思うんですけども、技術面に関してはやはり自分の穴をしっかり埋めるということ、組み技とかグランド技、打撃にしてもそうなんですけども、そのためにやっぱり課題を持ってスパーリングとかですね、そういったものをしっかり取り組むっていう、その量によると思うんですけども、そのしっかり時間を取るという、それと体力面に関してはやっぱりランニングとかですね、ウエイトトレーニングしっかりやるっていうことで自分に課題を設けて、取り組んでます。今練習量っていうのがやっぱり自分の試合の自信につながると思うんで、やっぱり練習量、いろんな環境的に難しい部分はあると思うんですけども、自分のいわゆる精神的な部分に、勝つ意味でも、しっかり試合に取り組むような、精神状態は常に作っておくように心をかけています。